皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回はこの秋高校野球界に旋風を巻き起こした大阪の山田高校に訪問しました。秋季大阪府大会では上宮、第三大附属、そして履正社と強豪私学を次々と撃破し、秋季近畿地区大会に出場を果たします。近畿大会では1回戦で惜しくも龍谷大平安に1対4で敗れますが、大阪の21世紀枠推薦校に選ばれ、選抜甲子園出場の可能性を残しています。今回はそんな山田高校の練習に密着していき、近畿大会出場の裏側にも迫っていきました。最後までお見逃しなく。大阪府吹田市にある山田高校、秋季大阪府大会3位決定戦で昨年全国制覇を達成した履正社を破ったことで大きな話題となりました。公立高校では26年ぶりに近畿大会出場を果たし、11月12日には見事大阪の21世紀枠推薦校に選出。それではまずは推薦校に選出された選手たちの喜びの声をお届けしたいと思います。選ばれたの嬉しいなっていうのはあるんですけど、やっぱり、まあ、それと同時にやっぱ選出されたプレッシャーっていうのは感じてる部分はあります。こんなとこまで来れると思ってなかったんで素直に嬉しいです、いやでも素直に嬉しいですし、選ばれたからには今まで以上に向かって練習の質も感じていかないといけない。普段から評価を他人がするものだということを話してますので、まあ、そういう意味で選んでいただけたということは ありがたいことですし、より一層頑張らなあかんなというところの話はしました。推薦理由には実績面に加え厳しい練習環境の克服も挙げられました。グラウンドは他の部活と共用で、レフトもフェンスまで近く、決して恵まれた環境とは言えません。取材日も野球部だけでなく陸上部、ソフトボール部も一緒にグラウンドを使っていました。こうした環境でも練習を重ね、近畿大会、そして大阪の21世紀枠推薦校に選ばれた山田高校はいかにして試合で勝つための練習を積んできたのでしょうか。それはズバリ常に実戦を意識させることにありました。例えばシートノックを見ていくと、ただ順番通りに打つのではなく常にランダムにノックを打っています。また状況を設定して様々な場面を想定した練習も行っており、より試合に近い感覚で練習を行ってきているのです。また今年の山田高校の持ち味といえば機動力ですが、取材日は投内連携にランナーをつけて守備と走塁を同時に磨くシーンが見受けられました。金子監督も守備練習と走塁練習を連動させるところに走塁力アップの秘訣があると感じているようです。ノックの時に止めて伝えてることもそうですし、どういうところに隙が生まれるのか、それを伝えることによってで、まあ、その裏を返せば、じゃあ自分たちはそういうことを、そういう隙を作らないようにしようというところで、守備面でも走塁面でも活かせるようにということで話をしています。21世紀枠での選抜甲子園出場の可能性がある山田ですが、まずは12月11日に発表される旧地区の21世紀枠推薦校の発表を待つ形となります。期待と不安を抱えながら毎日の練習に取り組む選手たちですが、最後に来春以降の意気込みを語っていただきました。大阪3位と3番っていうのには恥なので、打撃力を上げないといけないなと思いますし、どんなピッチャーが来てもどんなタイプのピッチャーが来ても打てるようにしてもらって、春とか勝てないと思うので、それぐらいの次よりは勝負があると思います。やること本当に山田さん全部やらないといけないんですけど、まあ、今
まあ特にバントと走塁を意識してやるのが一番だと思います。山田高校の皆さん、今回はありがとうございました。高校野球 .com では秋の新チームを取材した記事を随時配信しております。概要欄に URL を貼っているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。